はい、どうも。漫画を買った割には、全く読めていない、角やんです。まあ、買ったのはいいんすけどね。なんかね、YouTube を見たい動画とかあるし、どっち見ようかなと思ってたらね、YouTube が買っちゃった的な感じなんですけど。まあ、それは置いといて、今回はですね、まあ、見ていただければわかるんですけども、こちらのね、今週号のマガジンなんですけども、今週号に至ってはすごいですね。まあ、何がすごいかっていうと、情報量。ちょっとね、伝えたいことがね、すごく多いんですよ。まあ、なのでね、一個ずつ紹介します。一つ目がですね、ちょっと待ってね。待って。あれ、どこだろう？これか。この一面、マガジン、ヒロイン総選挙という風にね。まあ今現在連載中のマガジン作品に出てくるヒロインキャラクターの総選挙になっています。ちょっと読んでみますと、まあ17人いるんです。ヒロインが。その17人の中から、まあ皆さんが好きなものを2キャラ選んで、ハガキに書いて送るそうです。で、抽選で100名様に、なんと、クオカードが当たるということで、まあおそらく500円のクオカードかな、をプレゼントされるそうです。まあなんかね、もしかしたらそのオリジナルクオカードって書いてあるんで、なんかキャラクターの、まあサインつうか、まあその絵が書いてあるやつでしょうね、おそらく。まあなんか1位になったキャラクターは、虹、あ、ちゃう、いつから？まだいつかはわかんないんだけど、なんか、表紙になるそうです。まあ。それは、1位は1位としてね。まあ、自分が選んだキャラ1位になったら、それは嬉しいですよね。どう考えても。で、1回目が、まあ、今回で。で、締め切りがね、6月2日の金曜日まで。で、2回目が、二次審査は8月2日発売のマガジンです。だいぶ後やな。ってことは、まあ、結果発表ももっと後になるかなと思うんすけど、ちょっとまだそこら辺わかんないんですけど、一応先に言っとくんですが、第2回はなんとね、水着だそうです。まあ、今回はね、普通に、こういう風にね、顔、まあ、上半身までは写ってないけども、この、顔写真ぐらいまでしか写ってないんですが、なんか2回目は、おそらくね、キャラクターの水着シーンで、そっから選べっていう風になってるらしいですね。でもね、やっぱり知ってる作品のキャラクターか、まあ僕もね、全部ってわけじゃないんすけど、読んでない作品のキャラとかもいて、まあこれもな、毎回は人気投票的な感じになるけど、すごい迷いますね、これも。まあキャラクターが1位になってほしいっていうのもあるけど、まあやっぱりね、抽選でクオカード当たるっていうのはクオカードも欲しいですよね、どう考えても。それは欲しいわな。まあ、毎度のことなんですけど、こちらにね、こちらの選挙権、これはやっぱり必要だそうです。まあそういうことで、これね、マガジン買わないと応募券に応募できず、なおかつね、クオカードももらえないということでね、もしなんか選挙、総選挙このキャラに入れたいって人は、もうマガジンを、今週号のやつを買うしかないです。で、まあさっき言ったんですけどね、キャラクターね、僕的にはまあ知ってるキャラクターやったら、まあ、永遠の消防隊のね、玉木とか、まああとはドメカノのルイちゃんとかね、まあまし、まあ初めの一本、まあクミちゃんとかも、まあこれはもう知ってる人も多いんじゃないかと思うんですけど、ああ、ダイヤのエースのマネさんとかもいるな。まあ、僕的にまだね、どれに入れるかちょっと決めてないんですけど、まあ、ベイビーステップのね、こちらの、ここの、なっちゃんとかも、まあ、めっちゃ可愛いって可愛いですけどね。これはちょっと難しいね。やっぱり毎度毎度、キャラクター入れるの。しかもヒロインって決めてるじゃないですか、もう。一作品の中の一キャラの、どう言えばいいかな。一作品から選ばれたヒロインの中からですからね。いろんな作品の中からやからな。一作品じゃないですもんね。17作品の中の一人ずつが出てきて、それを選べってことですもんね。
まあ、当然見てわかる通りね、その作者作品から見て全然絵のテイストも全然違いますし、この中から、自分の好きなヒロイン2人選ぶってことやからな。まあ一応ね、下にこのキャラ、私はクミちゃんやったら、マガジンを代表する清純派ヒロイン、ヒロインが堂々参戦とか、まあこういうふうにね、一応一キャラずつ書いてあるんで、もしかしたらね、まあそこの説明とかも見てね、そっちから選ぶのもいいと思います。まあ僕的にはどれ入れるかちょっとね、まだ迷ってる段階なので、まあちょっとね、迷いつつ、次の情報を伝えたいんですが、まあ次はね、こちらの関東カラーになってるんですか。まあ今大人気の不滅のあなたへ。ちょっと僕まだ読んだことないんですけどね、1話しか。どうなんかな？ 2 巻まで出てて、まあ6月の16日の金曜日に第3巻が発売だそうです。まあ2巻までしか出てないからな、ちょっと試しに買うっていうのもまあね、2巻ぐらいやったらね、いいんじゃないですかね。どうしようかな。なんかすごい売れてるらしくて、前見ても結構単行本数、ここに書いてあるんですけど、激売れとかね。ここまで言われたらちょっと気になるっちゃ気になるな。で、まあね、関東カラーは関東カラーで置いといて、で、関東カラーとプラスですね、ここもすごいと思ったな。こちらの女性の方がなんとね、不滅のあなたへと、あと、前作の声の形の作者である大今良時先生と、こちらが、高田雄三先生の対談が、なんとね、今回のマガジン本誌に書かれています。まあなんか、なんでこの対談実現したかというと、大今先生がなんか、いろいろ、あ、なんか、対談したかったっていうふうに書いてあるし、まあもしかしたらそれ聞いて、まあマガジンの編集部の方々がセッティングしたんかなと思うんですけど、結構何ページかな？ここのページと、プラス、もう1ページ、ここね。ここまで一応ね、書いてあります。ここまでかな？ああ、ここまでですね。で、あとは、ここにもある。これは今ちょっと気づいたんですけど、応募者プレゼント、読みますね。今週号のマガジンを買った人限定のダブルチャンスプレゼント。1、プレゼントに応募してくれた方全員に、不滅のあなたへ特製クリアファイルをプレゼント。おー、クリアファイルね。さらに、大今先生と高田先生のサイン入りイラスト色紙を応募者の中から抽選で各1名、計2名様にプレゼント。絶対逃さないこのチャンス。このページの右下の応募券を貼って、どしどしご応募ください。すごい。また応募企画あるんか。本誌で2個ってすごいな。珍しいな。さっき見せたこのクリアファイルは応募した方全員に当たるそうです。で、こちらのサイン。これがね、一人一枚ずつ。まあ、この一個ずつを2名様に当たるそうです。わお、すごいな、これ。まあ、どちらのサインが欲しいか決めて送るって書いてありますね。で、まあ、案の定、こちらの応募券も、ここでね、これもいります。まあ、だから、さっきと同じようにね、このマガジン本誌買わないと絶対にもらえません。対談もすごいな、思ったんですけど、わあ、でもこっちもすごいな。まさかこんな応募チャンスも2回も当たるとはね、まさっきヒロインとプラスして。これはすごいね、2つ、てんこ盛りやな、2つだけでも。まあ、対談も対談でね、やっぱりね、作者同士の話どんなんなのかっていうのも気になりますし、まあ大人気の声の形、今の、まあ、連載中の不滅のあなたへの大今先生も話も聞けるんで、やっぱりね、そこも、面白いとは思いますね。持ってない僕が言うのもなんなんですけど、まあ、こういうの形はね、全部読んだんですけど、不滅のあなたへどうしようかな。まあ結構ね、漫画レビューしてる方も、不滅のあなたへ持ってる人多いからな。どうしよう。買おうかな。一瞬迷ってるんですけど、まあちょっとね、買うかは置いといて、こちらの対談のところと、もう一つね、プレゼント企画2本。ここは、すごいな、豪華ですね。まあ、一応、情報的には2つなんですけど、もう1つは、情報じゃなくて、僕的に、あ、そうなんって思ったんですけど、まあ、一応3つ目ってことで、3つ目はね、こちら。まあ、本誌、ちょっとね、ネタバレっちゃネタバレなんですけど、こちらのフェアリーテールが、もう見えますよね。あと、第
10話で完結です。うそーって思ったっすけどね。まあまあまあ最終章言ってたからもうまあ今年内に終わってもおかしくねえかなと思ったんですけど、うわー最終回いよいよかと思ってね。まああと10話ってことは再来月7月8月かそこら辺でも終わっちゃうってことでね。いや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 、これはまあ急っちゃ急やな。もうちょっと先までかなと思ったんですけど、まあ確かにいいとこで、うん、まあ終わってもおかしくないか、ここまで来たら。まあね、まあアニメ化もしてるしね、アニメの映画もしてるし、まあまあ漫画に至ってはもう 言わずもがな、言うまでもないですしね。まあ今マガジンの中でも最長の作品、あ、最長じゃねえわ、初めの一歩あるわ、最長ではなくとも、まあもう当然ね、柱というか、マガジンといえば、まあ、フェアリーテールとか、七つの大罪とか、出てくるぐらいの作品ですから、まあ、フェアリーテールもいよいよ終わってしまうということでね。まあ、これは情報とは関係ないですけど、僕が気になって、一応ね、フェアリーテール最終回まであと10話ってことになりました。まあ、当然思い入れはありますし、王道作品でもあるからな。まあ、最終回になってからちょっとね、もしかしたら、最終回しようかなとは考えているんですけど、まあ最近のマガジン作品も結構ね、終わってる作品多くて、まあ悪魔ゲームとか、エリアの騎士とか、神様の言う通りにとかね、まああと山田くんね、山田くん。そこら辺終わってからもうマガジンも結構大変なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあね、一応少し前から出た作品も頑張ってたり、まあ、最新作というか、まあ、新作の不滅のあなたへとかも頑張ってるし、まあ、もしかしたら増える、フェアリーテールが終わるとして、後継者がね、どうなっていくのかっていうのも、今後も気になるしね、マガジンも。まあ、本当にね、漫画氷河期って言っても過言じゃないかもしんないし、ここに至っては、ちょっとね、まあ、前の2つの情報誌に比べて、あ、そっかって、ちょっと残念な気持ちにはなっちゃったんすけど、まあね、ファイナルカウントダウンって書いてあるしね。ファイナルって言葉、漫画では聞きたくないな、やっぱり。まあまあ、でもね、今回は一応ね、情報誌2つと、こちらフェアリーテールの最終話、残り10話までというところをね、紹介しました。まあ、今週号だけで、まあ、ここまでね、伝えたいこといっぱいあったので、まあ、僕としてはね、一応伝えれたことは、まあ、良かったとは思ってますし、まあ、ヒロイン総選挙も、一応まあ、今考えて決めて、まあ、やっぱり、さっき言ってたね、可愛らしいと思ってる、ベイビーステップのなっちゃんと、どうしようかな、やっぱりちょっと、思い入れあるからな、まあ、ドメカウノの、こちら、ルイちゃんぐらいにしときます。まあちょっとざっくりしてるんですけど、ここら辺にね、しときますね。まあ、選ばれそうなキャラクターやけどね。まあそれで情報誌2つとフェアリーテールのことについて話したんですけど、まあまあまあ前も言ったんですけど、情報マガジンとか漫画雑誌の情報も伝えつつ、一応ね、今後もさっきみたいに最終話とか、もしくは映画化、まあこれは前から言ってたんですけど、実写映画化とかアニメ化とかも当然僕も投稿していこうと思いますんで、その時もね、どうぞご視聴の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴の方誠にありがとうございました。チャンネル登録と Twitter のフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それではバーイ。